随筆春秋賞は日本の文学賞。ジャンルはエッセイ。エッセイを対象とした文学賞では、他に文芸市長エッセイ賞、小諸、藤村文学賞などがある。エッセイは日本では著名な作家や有名人の副業と見られる傾向があるが、本来は歯科や俳句と並んで文芸の一つの分野である。創立30周年を迎える。 随筆春秋の公募の文学賞である。ジャンルはエッセ。題材やテーマは自由で、年齢制限もない。規定枚数は400字詰め原稿用紙換算で5枚、程度。優秀賞が1名、加作が若干な、入選が20名程度選出される。応募総数は、毎年400作品を上回り、コロナ禍の2020年度は1000作品に迫る、勢いだった。 入選作品の一部は随筆春秋の紙面で読むことができる。第8回優秀賞受賞の近藤健は、エッセイ、歴史の分野で、経歴20年のサラリーマン作家として活躍中。不定期だが、地方紙にもエッセイが掲載される。現在、同人誌随筆春秋の代表を務めている。第11回仮作受賞の浜本久子については、 随筆春秋や土曜美術出版販売などからエッセイ集、詩集の出版が多数。なお、第11回は、加作がトップ賞だった。随筆春秋賞では、あえて優秀賞を出さない年度もある。他に、第1回優秀賞に、大田高賞。第16回優秀賞に、手塚隆第第22回最優秀賞に、佐藤茂雄。第25回優秀賞に、福岡館。 自分、家族、友人、知人、誰でも良いがテーマは人間で、表面的なことや日時、数値よりも内面重視で、立派な面だけでなく、愚かさや儚さもそのまま書く、わかりやすい言葉で漢字も常用漢字のみで、比喩も用いて読者が頭の中にくっきり映像を描けるように、読者の喜怒哀楽の金銭に触れれば成功。 テーマとしては別の人が主人公でも自分と関わった部分を書くこと。私以外の一人称を使うときは読者が感情移入できるか注意する。自分がほとんど登場しない作品は訴求力が弱いと考えること。ありがとうございます。